ヘベソヘベズ、またはヘベスは、みかんかみかん族の常緑低木の柑橘類で、高酸柑橘類の一種。果実を食用とする。原産地は、日本の宮崎県日向市で、2018年から宮崎県全域へ栽培が広げられた。味が、すだちやカボスに似ている。が、酸味が柔らかく突出していないため、酸味、香り、味のバランスが非常に良い。 すだちより玉が大きく、かぼすより香りが優しく、柚子より皮が薄く、たっぷり果汁が取れる。日向地方及び門川町特産。江戸時代末期に、福岡村西川内の長祖壁平米が山中で、自生するヘベースを発見して、自宅には先で栽培したことが、始まりとされ、ヘイベースと書いて、平米三のス、ヘベズ、ヘベスと呼ばれるようになった。 皮が薄いため、長期保存に向かない。が、皮が薄い分果実がたくさんで、果汁率が非常に良い。路地栽培における収穫時期は8月から10月頃と短い。それ以前に花音によるハウス栽培及び無花音のハウス栽培を行い、時期を6月から7月頃に前倒しにずらして出荷できるようにしている。もともとは長期保存に向かなかったため、 貯蔵試験が行われたものの、費用面で折り合わず良い結果は得られなかったが、2014年からは、冷凍保存を行い、通年出荷を行うようになった。従来はまだ緑色の果実が市場で、主に流通し、黄色に熟した果実は地元で消費される程度だった。現在では、ヘベスに注目した三重県の企業が、黄色の実を完熟エベスとして販売しているほか、 ヘベスを使ったポン酢やシロップなど加工品を生産している。日向地方のみで栽培され、大きく生産拡大しなかった理由の一つとして、嫁入りの際に苗木を持たせるという風習があり、各家庭の庭にはヘベスの木が多く見られたことから、地元では農産物というより身近にあるものという認識も影響していると考えられている。 商標を2種類、日向農業共同組合が保有している。エベスイコール第507万598号、区分番号29、30、31、32、33、ヘベスイコール第566万5589号、区分番号35など。ありがとうございます。